私の方から、はい、じゃあ私の方から、マイクじゃない、カメラを向いてご挨拶する辺なんですが、新たにみんなの党代表になりまして、各党のそれぞれ代表の方と、まあ、自民党総裁である安倍総理も含めて、挨拶回りをさせていただいてまいりました、そして、日本維新の会は、共同代表ということでお二人代表でいらっしゃるということでありますが、橋本代表にご挨拶、そして山口幹事長にも党裁役として、信頼となったということで、三役で活動を回していただいておりますけれども、維新の会に、お邪魔をさせております。もともと私は、港の政調会長をやっておりましたときに、浅田維新政調会長とは大変、いろいろと意見交換させていただいておりまして、今日は何か特定に来られるということでありますので、お二人にご挨拶をさせてありますが、今申し上げたことでありますので、またいろいろとですね、こちらの政策等々も提案をさせてありますので、ぜひご検討いただければということでございます。わざわざ大阪までお越しいただきましてありがとうございます。今日は浅田が東京に行っておりますので、ちょっと僕と松井幹事長ということで申し訳ありません。みんなの党の皆さんの考え方にはですね、僕らほとんど考え方一致していると思っております。いろいろ僕の態度振る舞い等で、若干みんなの党の皆さんにですね、ご干渉したこともあるでしょうし、党内で、ちょっと橋本とは距離を置かなきゃいけないんじゃないかというご意見があるかもわかりませんが、政策的なところはですね、僕はやっぱり今の国政政党の中を見てもみんなの党と一番親和性があると、もちろん言うの党もそうなんですけども、親和性があるというのは親和性があると思っていますので、ぜひ維新の会とですね、一致してできるところはぜひお力をお貸しいただいてですね、今のこの国の社会システムのままではダメだと、そして統治機構を変えていくんだと、行政機構を根本から変えていくんだということを言い出したのはみんなの党でもあり、ユイの党でもあり、維新の会でもありますから、ちょっとそこをですね、しっかりと国政にぶつけていきたいと思いますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。カメラが発生ご挨拶というのもあれですけど、それぞれ幹事長、政調会長からご挨拶させていただきます。この度みんなの党の幹事長に就任いたしました、参議院の水野健一でございます。よろしくお願いします。じゃあ同じく政調会長になりました参議院の中西健一です。まず、政策をいろいろと話し合っていきたいというふうに、思っておりますので、どうぞ国会の方でもよろしくお願いいたします。みんなの党党三役の、浅尾代表はじめ皆さん、大阪までありがとうございます。今橋本代表からもお話しさせていただきましたけども、政策的にはもうこれまでも何度もお話をさせていただいておりますし、大きな差は僕はないとこう思ってます。そしてその、目的もですね、その、統治機構を変えるのが目的じゃなくて、まさに国民のために行政の姿、あるべき統治機構の姿はですね、もう明治以降変わっていないというのが、これはもうまさにこのことがおかしいわけで、ありますから、今もう毎年借金を積み上げながら少子高齢化の中で、それに対応するために、税だけをこれから上げていくなんていうのでは、これ国民の皆さんの理解を得れない。僕たちは政党の代表幹事長でありながら、実際にこの大阪で、自治体を、預かる立場というものもありまして、で本当にもう各自治体もですね、これ大変です。それぞれ住民の皆さんにサービスをどう提供していく中で、国だけが、僕は毎年、予算の半分赤字、国債何かもう平気になってきてるんじゃないかなという、そういう危機感を今、持ってます。これ何としてでも単年度黒字化する、いつも言うんですけど、例えば1年
1兆円の黒字を出しても今の借金返すのに1000年かかると、こんなローンは民間ではもう考えられませんので、ぜひみんなと朝を代表とはそのような話も以前にもさせていただきまして、非常にその危機意識といいますか、その日本の国のあるべき姿っていうところでは、一致しているところが多いとこう思ってますんで、ぜひ、一強多弱と言われている今の状況を変えるためにもですね、ぜひ朝を代表の下で、また我々も一緒になって、この国の政治の在り方、行政の在り方を本当に変えれるような勢力になりたいとこう思いますんで、ぜひよろしくお願いします。私どももですね、行政改革、それから市場重視の経済政策、そして地域圏型道州制をはじめとする徹底した地方分権というのがみんなの党に期待されているもともとの言われだろうというふうに思っておりまして、この行革の分野、あるいは、経済政策の分野、そして、地方分権、道州制といった分野で、いろいろと一つ項があると思いますし、今特に、すぐにでもできるようなですね、すぐにというのは法改正が必要ですが、例えば保険料と税金を別々に集めているものを一箇所に集めていく、歳入庁設置法なんていうのも常に1とか2度ですね、一緒に出しておりますので、そういうものをまた、かつて出していたものも洗い出しながら、さらにそこから付け加えられたことを付け加えていきたいと思います。どうも。